ハレルヤ。ホサナ聖歌隊の美しい賛美、心から感謝いたします。またハイプシバ賛美チームにも心から感謝いたします。今日私はルカによる福音書22章39節から45節、またヘブル5章7節の御言葉を通して、尊い汗と涙と血という題名で御言葉を語りたいと思います。この世の中に多くの宝石があります。多くの種類の宝が、宝石がありますけれども、もう金や銀、ダイヤモンド、またルビーやサファイア、多くの宝石が存在します。この宝石はですね、ほとんど地の中から、地上から出るものであります。地面からですね、金や銀もダイヤモンドも地面から出るものなんですけれども、宝石の中でも海から出るものはあまり多くありません。その中でも真珠が海の中から出ますね。この宝石の特徴というものは、炎であったり、また強い強力な圧力によって出るものが多いんですけれども、この真珠というものはまたちょっと違います。西洋では昔、母が娘に結婚するときに真珠を贈ったそうです。プレゼントしたそうです。それは、真珠がですね、その娘が、これから流していく涙を象徴すると言われています。その結婚の生活を頑張りなさいと真珠をプレゼントとして贈るそうです。それで涙の象徴だと言われているんですね。今はその、意味が良くないと言って、真珠を与えないそうですけれども、とにかくこの真珠というものは、涙を表すものであります。なぜならば、その真珠が作られる過程を見てみると涙と似ているからです。真珠はその貝の中で、貝殻の中で何か砂であったり異物が入ってきた時に、自分自身を保護するためにアラゴナイトという分泌物を出すわけですね。そしてその液体を分泌しながら層を作っていきます。そしてその異物と、砂であったりそういうものと、またこの分泌物が重なり合いながら大きくなっていくんですね。この真珠は一生涯流す涙と同じようなものであります。貝殻が一生涯涙を流す、そういう苦しみの象徴でもあります。しかし堕落した人間も、私たちもですね、このように涙と汗を流さなければいけないということを聖書は語っています。イエス様も同じようにこの地に来られて、涙を流し汗を流して、また血潮も流されながら十字架で私たちの罪を許されました。ではなぜイエス様は神様ご自身でありながらもこの地に来て涙を流し、また汗をかき血を流さなければいけなかったでしょうか。それは簡単に言うと、アダムの堕落による罪を背負うためでしたね。創世記3章17節から19節の御言葉を見ると、ここを見ると地とあります。この地はあなたによって呪われたと語っています。土地があなたのゆえに呪われてしまったと。そのためあなたは一生苦しんで職を得なければいけないと。そして19節を見ると、あなたは顔に汗を流して糧を得てと語っていますね。アダムが堕落したことによって土地を、この地上を呪われたわけですけれども、そのためにアダムを含めるすべての人類は、汗を流し苦労することによって、食べ物を得ることができるようになったわけです。汗を流さなければダメだと語っているわけですね。ではこの土地が呪われたということはどういうことを意味しているんでしょうか。この土地が呪われたからといって汗を流しながら食物を得なければいけないと、これは農業に対することなのか。もしそうであるならば、私たちは今農業をしてませんよね。じゃあ関係がないわけですか。アダムの堕落の後に与えられたこの呪いは私たちとは全く関係ないことなのかを考えてみるべきですよね。そうではないわけです。アダムの堕落は全ての人類に影響を与える出来事でした。では、この土地が呪われたというのはどういうことでしょうか。この土地というのはヘブル語でアダマです。アダマ。これは土地、土、また地球を意味しています。土地、土、地球。ですから私たちが今生きている、暮らしている、ここが、今この地球がアダマなんですね。またここに存在する土地のすべてのものを表しています。それがアダマという単語です。ですから今私たちが持っているすべてのものはアダマから来るわけです。イエス・キリストの弟子たちは魚釣りでしたよね。その魚もアダマから来たわけです。水の中から、地球にある水から出るものですから、同じようにすべてのものがこのアダマから出るわけです。ですからアダマというのは私たちに対して祝福の源でありました。しかしアダムの堕落によってそれが呪われたわけです。ですから私たちがアダムの子孫としてこの地に暮らすときに苦しみがあるわけです。農業を営むかどうかは関係なくですね、私たちはこの地で暮らす中で苦しみがあり悲しみがあるわけです。自分の思い通りになることはないわけです。汗を流して力を尽くして頑張らなければいけないことを意味していますね。ですから人生において与えられる苦しみや悲しみや苦労は堕落によった結果であることを意味しています。またこの土地が聖書では、人の心を意味すると語っています。マタイ、マルコ、ルカによる福音書を見ると、すべてイエス・キリストが語られた通り、種をまく例えが出てきますね。ルカによる福音書で、この種をまく説明をするときに、こう語られました。ルカによる福音書8章11節を見ると、この例えの意味はこうですと言いながら、種は神の言葉ですと語っています。イエス・キリストがこの地上にですね、種をまきに来られました。そのこの種をまいたこの種が神様の御言葉だと語っているわけです。ならば、その種をまく、その土地はどこかというと、ルカによる8章15節を見ると、良い地に落ちるということは、こういう人たちのことです。正しく、良い心で御言葉を聞き、それをしっかりと守ってよく耐えて実を結ぶものですと語っています。4つの例えを語られましたよね。茨の畑であったり、また良い畑であったり、良い土地であったり、道端であったり。しかしこの良い土地ということ、良い地上、良い畑はですね、正しく良い心であると語っています。土地が心なわけです。このように聖書では、土地というのは私たちの心を象徴しています。意味しています。しかしアダムが堕落することによって、そこから実りを結ぶことができなくなってしまいました。汗を流さなければダメなわけです。実を結ぶことに力を尽くさなければいけないということです。自分の思い通りにならないわけですね。皆さん、なぜ私の心なのにその通りにならないんでしょうか。しかし信仰生活をしている中でどうですか、皆さん。自分の思い通りになりません。いくら御言葉を受けて、御言葉に従順しようと、喜びながら歩もうとしてもですね、その御言葉のために、その御言葉のまま暮らして、また実を結ぶためには、たやすく、できないことを私たちは知っているでしょう。その理由は、アダムが堕落することによって、その土地が、その心の畑が、茨が出てきて、罪の要素があるからこそ、実を結ぶことが大変なわけです。このようなものがあるからこそ、私たちは実りを結ぶことはできないということを語っているわけですね。それがアダムの堕落の呪いであります。使徒パウロも語っていますね。ローマ人への手紙7章19節を見ると、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っていますと、使徒パウロも告白しているわけです。自分の思い通りにできませんと。自分の思いでは良い行い、善を行おうとして、御言葉を伝えようとしていても、それができないと。悪を行っていると。ローマ7章22節から23節を見ても、私は内なる人としては神の律法を喜んでいると。神の律法、御言葉を喜んでいると。しかし23節を見ると、私たちの体の中では異なった律法があって、私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのですと語っています。私たちの心の中で神様の御心を行おうとしてもですね、それがまた争いになるわけです。心の中で2つの善と悪が争うわけですね。それが呪いの結果です。しかし神様は私たちに呪いだけをくださったわけではありません。その呪いに対する解決策も私たちは神様に与えてくださいました。その解決策をしっかりと信じて掴んで、その通りに歩めば、この呪いを打ち勝つことができることを聖書は語っています。では、その解決策は何でしょうか。それは今日の御言葉のようにですね、汗であります。汗がその土地の呪いに打ち勝つ秘訣であります。汗と涙を流さなければ、堕落した人間は決して実を結ぶことはできないと語っているわけです。これは汗と涙を流せば必ず実りを結ぶことができるという約束でもあります。また、私たち一人一人だけでもなく、私たちだけが汗を流し涙を流すのではなく、父なる神様も、またここに来られたイエス・キリストも、アダムの後、今まで私たちのために涙を流しておられるということを聖書は語っています。例えば、ルカによる福音書15章を見ると、放蕩息子の例えがあります。皆さんもよく知っていると思いますけれども、息子がですね、自分が、遺産を相続して出て行きましたね、家を。そして自分の勝手に暮らしました。お金をすべて使い果たして、また、苦しみに遭いながら、また父親のところに帰ろうとするわけですね。この例えを見ると、皆さん、父の立場で考えてみてください。父の立場で見るとですね、ルカによる福音書15章に涙という単語は出てきませんけれども、その放蕩息子が出ていったその瞬間から、その父親は涙を流し続けたでしょう。毎日扉から出ていて、今日は帰ってくるかなと待ちながらですね、いつも心の中で涙を流していたわけですね。普通、どんな親がですね、お金を持ってくるだろうかとか、どれほど残してくるだろうかと考える人はいないでしょう。お金は別に関係がないわけですね。ただ生きただけでいいんだと、生きて帰ってきてくれればいいと、それだけでいいと祈るでしょう。それが神様の堕落した人間に対する神様の御心であります。アダムが堕落してエデンの園から追い出された瞬間から今までですね、私たちのために涙を流し、また汗を流しながら私たちのために祈ってくださってくれるわけです。待っていてくださるわけです。どれほど感謝なことでしょう。また今、ヨハネ5章17節を見てもですね、ヨハネ5章17節を見ても、イエスは彼らに答えられたと。私の父は今に至るまで働いておられますと。ですから私も働くのですと語られました。ユダヤ人たちは、父なる神様が7日目に創造されてから7日目にもう安息されたんだと、神様は休まれていると考えていたわけです。しかしイエス様は他の言葉を語られましたね。それは間違っていると。創造の働きをなされてから安息はされたと。しかしアダムが堕落してから救いの働きのために休むことなく働いておかれると。この人類を救い出すために今もなお働いておられるんだということを語られたわけです。ここにも汗という単語は出てきませんけれども、父なる神様が働いておられると語っていますよね。その働くという単語の中には汗を流しているということを意味しているわけです。それが父なる神様の汗です。汗は何でしょうか。人は汗を流さなければ健康になりません。運動したりだとか、またサウナに行ったりだとか、皆さん汗を流しますよね。汗を流すことによって体が健康になります。この汗というものは力と努力による分泌物です。働きの結果なわけですね。働く結果が汗です。ですから堕落した人間にはこの汗というものが必要なわけです。この汗というのは祝福の通路です。聖書ではこの汗という単語が旧約に1回、新約に1回出てくるんですね。旧約には創世記3章19節、先ほど読みましたけれども、アダムが堕落した後、呪われてからあなたは汗を流すことになると語りましたよね。その創世記に出てくるこの汗という単語が旧約聖書に1回出てきます。また、新約聖書にはルカによる福音書22章49節に出てきます。44節に出てきます。イエス様が祈られるときに、苦しみもだえていよいよ切に祈られたときに汗が血の滴のように血に落ちたと語っています。この新約聖書にはここに汗という単語が出てきますね。アダムに堕落したアダムに語られたのが汗を流さなければいけないということです。しかし新約聖書では2人目のアダムとして来られたその罪のために汗を流す救済主イエス・キリストのその汗について記録しています。イエス様が汗を流した理由はですね、この土地が呪われたからです。実りがないからです。イエス様は私たちの心の中にいつも御言葉のその種をまかれているわけです。しかし100個種をまいたならば100個実を結ぶべきなんですけれども、実りがないわけです。ですからイエス様も私たちと同じように苦しみを受け、汗を流しながら働かれたわけです。ですから聖書に記録されているのは本当に確かなものなんです。私たちのすべての苦しみに共におられる方が神様であります。イエス・キリストであります。また私たちもこれから汗と涙を流さなければいけないことを意味しています。堕落した人間は必ず働かなければいけません。学生は勉強することによって汗を流さなければいけません。また働く人は一生懸命働いて、職場に通う人は一生懸命その職場で働かなければいけません。汗というのは私たちに与えられた祝福であります。働くことができることに感謝しなければいけません。伝道の書5章18節から19節を見ると、見よ、私が良いと見たこと、好ましいことは、神がその人に許されている命の日数の間、火の下で骨を折るすべての労苦のうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだと語っていますね。これが人の受ける祝福であると語っています。どれほど感謝ですか。健康を与えられて働くことができることは感謝なことです。19節を見ると、実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物であると語っています。皆さん、労苦という、苦労すること、労苦という単語が出てきますよね。労苦の中には汗が入っているわけです。汗を流しながら神様から与えられるその祝福を受けて喜ぶこと、その受けたその祝福によって喜びに満たされることが神様から与えられた賜物であると、祝福であると語っています。この世の中で食べるために汗を流して働くことも、それだけではなく霊的に見てもですね、私たちは汗を流さなければいけません。また4章4節を見ても、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのであるとイエス様が語られましたよね。肉による糧を食べるのも重要なんですけれども、霊的な糧を食べるのが人であると、人間であると語っています。ならば私たちも神様の御言葉を食べるためにどれほど汗を流しているでしょうか。どれほど努力しているでしょうか。聖書を読むのは大変です。しかし祈りながら悟ろうと一生懸命努力することが誠の信仰の持ち主であると語っています。私たち聖書の御言葉を一生懸命勉強して学び、また悟るために力強く汗を流して歩む皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします。黙示録5章4節を見ても、使徒ヨハネがそういう涙を流したと語っています。神様の右の手に、巻物があったんですけれども、7つの封印によって封じられていました。それが聖書なんですけれども、その巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていたと語っていますね。その聖書の御言葉、巻物のその秘密を悟るためにどれほど泣いたのか、その泣いたヨハネにその巻物を開いてくださいました。それがヨハネが受けた祝福です。私たち今年この教会がこのような祝福を受けて、小さな巻物、開かれている巻物を受ける皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします。涙というのは悲しい時や苦痛がある時、苦しい時、また祈る時に、涙を流します。また喜びの時にも涙を流しますよね。聖書を見ても、例えばダビデが代表的な人物でもありますけれども、ダビデがパテシェバと姦淫してから預言者ナタンが来て責めましたね。その時に悟って悔い改めました。その時に涙を流したんですけれども、詩編6編6節を見ると、私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の不死道を押し流しますと語っています。涙を流すことによって寝床を漂わせるほど、その寝床が、ベッドが涙によって、溺れるほどであると語っているわけですね。漂うほどであると。ヒゼキヤも同じです。ヒゼキヤも、傲慢になって、死ぬ、病気になりました。そしてイザヤが来て、あなたはもう整理しなさいと、あなたは死にますと語った時に、ヒゼキヤはどうしましたか。医者に行ったりだとか誰かに頼るのではなく、ただ壁に向かって涙を流しながら神様の前に祈りました。そうしたら列王記下20章5節を見ると、あなたは引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよと、あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる、私はあなたの祈りを聞き、あなたの涙も見たと。見よ、私はあなたを癒す。3日目にはあなたは主の宮に登ると答えを与えられましたね。涙の祈りによって神様の心を動かし、神様からその病気を癒される、そういう祝福を受けたわけです。このように涙は神様の心を動かす力があるわけです。ですから私たちも信仰生活をする中で涙の祈りが必要です。またルカによる福音書7章44節を見ても同じです。イエス様の前に来て、その高い香油をですね注いで足を洗った女がいましたね。44節を見ると、その女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたかと。私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったけれども、この女は涙で私の足を濡らしてくれたと語っていますね。この女の涙、この女性の涙はどのような涙でしょうか。いろいろなもう感情があるでしょう。悲しみの涙もあります。この女はもう知っているわけです。イエス様の死のために準備したものであると。ですからこの女はもうイエス様が十字架で殺されることを悟って涙を流しているわけです。それだけではなく、感謝と感激を持った涙を流しました。イエス様は人類の罪のために十字架にかけられるわけですよね。その十字架の救いの結果について感謝を持って涙を流しているわけです。こういうように信仰生活には涙が必要であることを聖書は私たちに教訓しています。愛する皆さん、今日私たちの信仰生活の中でこのような涙と汗はどれほどあるでしょうか。今年1年、このような涙の祈りによって神様の心を動かし、祈りの答えを受けて、また教会のために一生懸命働いて歩む献身の汗が流れますように、またこの汗と涙を通して私たちに大きな祝福を与えてくださるということを信じてください。また血には命があります。血というのは命を象徴しています。血の中に命があるからこそ、血を流すときに罪を許すことができるわけです。その御言葉がレビ記17章11節にありますね。17章11節です。またローマ6章23節を見ると、罪の結果は死だと語っていますね。ですからイエス様も血を流し、そして死なれたわけです。血というのは命を意味する犠牲を表しています。ですから私たちも霊的な血を流さなければいけません。毎週教会に来て礼拝を捧げるのも生きた生贄を捧げることであります。そこにも血が必要なわけですよね。霊と誠とをもって捧げる礼拝、すべてを尽くして捧げる礼拝が私たちの血の礼拝であります。使徒パウロはコリント第一の手紙15章31節を見ると、私は毎日死ぬのであると語っていますね。毎日が死の連続だと。私たちも聖なるもの、敬虔な暮らしを通して汗と涙と血を流さなければいけないことを意味しています。皆さん、御言葉を悟るためにも涙を流し、汗を流さなければいけません。教会に来て献身をすること、奉仕をすることも汗であります。また、働く場所であったり、また勉強する学校であったり、どこにおいても、その場所で一生懸命汗を流しながら神様に栄光を表さなければいけません。また私たちは移民してきた者たちです。このアメリカに来てどれほど多くの涙と汗を流しましたか。子供たちのために涙を流して汗を流しました。またこの世の中で暮らすために、生きていくために汗を流し涙を流しています。しかし神様は信じる信徒の涙と汗は決して無駄にならないと語っています。10年、20年、30年、50年間、その涙、汗を流してきたことを、簡単に考えないでください。必ず実りを結ぶ祝福があることを約束されています。詩編126編5節から6節を見ると、涙とともに種をまく者は、喜び叫びながら刈り取ろうと語っています。また、種入れを抱え、泣きながら出ていく者は束を抱えて喜び叫びながら帰ってくると語っていますね。またイザヤ25章8節を見ても同じです。必ず世の終わりにはすべての涙を拭ってくださると語っています。神である主はすべての顔から涙を拭ってくださると、貝殻の中でですね、その入ってくる異物によって死なないために一生懸命分泌物を出して真珠を作り出すように、私たちも信徒一人一人の暮らしの中で罪が入ってくるときに力を尽くし、一生懸命祈りながらその罪に打ち勝ち、堕落したこの世の中で清く正しい性別された暮らしをしなければいけません。そのために汗と涙を流し、また血を流しながら歩むときに、神様はそのすべてのものを見て、真珠のような美しい実りを結ぶことができるように祝福してくださるわけです。それを信じてください。詩編56編8節を見ると、こう書いてますね。私のさすらいを記しておられますと。どうか私の涙を、またあなたの皮袋に蓄えてくださいと。また、それはあなたの書にはないのでしょうかと語っていますね。神様は私たちの涙を何粒流したのか知っておられます。汗をどれほど流したのかを数えておられる方です。それを命の書にすべて記録してくださる方であると語っています。ですから私たちは今もその涙と汗の実りがなかったとしてもですね、必ず神様はその涙と汗を見て、必ず実りを与えてくださるということを信じてください。それを信じることによって、必ずそれが実りとなります。またこれからももっともっと汗と涙を流して、一生懸命歩んでいく信徒一人一人となること、また真珠のような美しい実りによって神様の前に栄光を表し、私たちの家庭の中にも多くの祝福を受ける皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします。祈ります。生きておられる父なる神様、感謝いたします。このように聖なる主日に私たちをこの聖殿に導いてくださり、霊と誠とをもって礼拝を捧げることができるよう導かれ、心から感謝いたします。今日も与えられた御言葉のように、主の御心のために涙と汗を流していくことができるよう導いてください。また過去から今まで流してきたすべての涙と汗、すべて神様が覚えてくださり、数えてくださり、記録してくださって、幾千幾万の祝福によって満たされるよう導いてください。私たちの涙の祈り、必ず神様の前に伝えられて答えを受けることができるよう祝福してください。神様の御手がいつも家庭ごとに共にありますように、コロナのウイルスからも保護してくださり、またすべての病気からも癒されますように、健康が与えられるよう祝福してください。また運営する事業や、また職場、また学校にも神様の恵みを与えてくださり、信徒一人一人の汗と涙を覚えてください。必ず実りを結ぶことができるよう祝福してください。2022年度には数多くの実りを持って神様に栄光を表し、また私たちには大きな恵みが与えられるよう、どうか祝福してください。必ずなされることを信じて感謝し、イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。